皆さんこんにちは、ニニケです。こんにちは、カシャリセネル中国人サポです。今天我们将在主场迎战川崎前锋。今日は、J1 の第24節川崎戦です。川崎フロンタレ。カシャリソル前節名古屋に負けて前半と同じ結果です。最近得点力が上がってきましたね。守備面が堅いですね。川崎戦では守備を強化して集中力が重要です。必要です。大切ね。これまで対戦はずっと勝てなかった。今回は勝利を目指しています。鹿島から加入したろ柿田悠岐選手はクロスからの得点がうまいですね。チームの攻撃に大きく貢献することが期待しています。木下選手と柿田選手のツインタワーが、トップに出れば両サイドからの高いクロスで確実に得点できると思いますよ。川崎フロンターレ、中国語では川崎前鋒と呼ばれています。1997年設立の日本のプロサッカークラブです。神奈川県川崎市をホームタウンとしています。クラブカラーは青と黒です。ホームスタジアムは等々力陸上競技場です。特に注目すべき選手は攻撃の要である家中明宏選手です。卓越したテクニックと視野の広さでチームの攻撃を牽引して多くのサポーから愛されています。こんにちは。今日はどこから来ましたか？今日は、東京から来ました。はい、今日はどこから来ましたか？川崎から来ました。はい、こんにちは。こんにちは。今日はどこから来ましたか？川崎です。はい、はい、今日はどこから来ましたか？川崎です。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 みんなは川崎のサポートとかレイソルのサポートとか？川崎です。どっちもです。川崎です。自分はレイソルです。 ありがとうございます、はい、いつからレイソルを応援してますか？今日からです。今日からレイソルに行きたいと思います。ありがとうございます。立ち台は初めてですか？初めてです。お楽しみください。今日の試合で注目の選手は誰ですか？今日は、スタメンの山本裕貴です。はい、こちらです。77番です。はい、ありがとうございます。柏レイソルの注目している選手いますか？レイソルだと、古賀太陽選手かなと思います。キャプテンですよね、はい、ありがとうございます。今日の試合で注目している選手いますか？今日は川崎の三浦颯太選手が怪我明け復帰一発目なので、はい、あんまり勝ててないんですけど、フロンターレ救ってくれるかなと思います。はい、同じですか？はい、ありがとうございます。柏レイソルの注目している選手いますか？古賀太陽選手は、はい、ミスター柏ですよね。ありがとうございます。北地帯は初めてですか？自分はあります、うん、初めてです。私初めて来ました。はい、お楽しみください。はい、ありがとうございます。今日の試合で注目選手は誰ですか？誰ですか、誰です？自分は、大南選手ですね。はい。家永出る？わかんない、まだ発表されてない。家永明宏選手。ありがとうございます、はい、レーソルの注目している選手いますか？マテウス・サビオ選手。ありがとうございます。私ちょっと全然わかんなくてマテウス・サビオ。マテウス選手。はい、ありがとうございます。今日の試合で注目の選手は誰ですか？マルシーニョ選手です。はい、チョン・ソンニョンです。マルシーニョです。選手分かりません。はい、じゃあ勝敗予想お願いします。はい、3対0で川崎フロンターレです。はい、2-1柏で。2対0で柏。お前ら殺す。8対0で柏。ありがとうございます。使われねえよ。はい、今日は、2対1でフロンターレ。
勝ちます、はい、ありがとうございます。川崎が勝ちます。スコアは2対0で、はい、お姉さんは1対0フロンターレ。 ありがとうございます。勝敗予想もお願いします。絶対勝つ。2-0でフロンターレで。2-0フロンターレで、はい、じゃあ2-1フロンターレで。 ありがとうございます。得点選手は、得点選手は、うん、大南と小林優で、うん、私は家永選手と、誰にしようかな、小林優で。 ありがとうございます。マルシーニョで。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。はい、いつからレイソルを応援してますか？5年前。はい、はい、ありがとうございます。今日の試合で注目の選手は誰ですか？柿田です。ありがとうございます。お母さんも柿田選手です。ありがとうございます、はい、あと夏移籍ウィンドウどのポジションが補強が必要だと思いますか？センターバック。はい、どこだろう、やっぱセンター、後ろかな、はい、ありがとうございます。じゃあ今日の勝敗予想もお願いします。レイソルが勝ちます。スコア2-1で、うん、ありがとうございます。1-0でレイソルです。 ありがとうございます。じゃあ得点選手は誰と思いますか？垣田選手とサビオと、うん、木下。 ありがとうございます。いつものレギュラーさん、こんにちは。こんにちは。今日もお願いします。暑いですね今日も。そうですよね。お待たせ、はい、今日は新しいメンバーですよね。私の娘です。こんにちは。こんにちは。かわいいですね。かわいい。中学1年生です。あ、じゃあ来ます。さらっと流す。さらっと さらっと流す。今日の注目の選手は誰ですか？はい、どうするか、今の話聞いたんで、私はじゃあワンちゃん、復活ワンちゃんで、うん、はい、そうだ ね、うん、ゼロで抑えれば負けることはないからね。はい、そうだね、うん、最近ね、ゼロはないんでね。そうだね。そうなんですよね。ちょっと抑えてもらおう、うん、ワンちゃんに頑張ってもらって。はい、うん、娘さんも、うん、わかるかな、好きな選手。好きな選手は、うん、好きな選手は、うん、はい、どうぞ。古賀選手で。おお、後ろ来たんだ。ワンちゃんと古賀でもうセンターバック頑張ってもらってね。はい、うん、そうそうそう、はい、ありがとうございます。いい答えだ。よかった、ね、だいぶ長かった。勝敗予想もお願いします。これがね、ここが一番の鬼門なんですよ。そうだね、3点はきついかな。3点は取れないかな。3-0で。3-0。はい、うん、ありがとうございます。私はじゃあ2-0 で。お前いつも2-0じゃん。そう、いや、2-1なんだよ。1点取られるっていう、1点取られるっていうのは見越してるんだ。そうだね。じゃあ、何何対何かな、今日は。2-1。おう、うん、はい、2-1で勝つ方で、うん、はい、特典選手誰、うん、特典選手。そうだね、これでもその落としからの山田とかっていうのもちょっとなんか見てみたいけどね。面白いよね。そっかそっか、うん、うん、まあでもあとは、うん、あとはもうちょっと白井とか、ね、あ、うん、ちょっと面白いんじゃない。最後にチームへ応援一言お願いします。はい、今、ご引き分けなんですけど、今日は勝ってくれると思うので頑張ってください。せーの、勝ちます。何する、どうする。じゃあ最近勝ててないですけど、そろそろここで勝たないとちょっと J2 への道が見えちゃうんで、勝ってもらわないと困るんで、お願いします。頑張ってください。フロンターレ今大変順位が苦しい状態ですけど、このまま後半戦乗り切れるようにフロンターレには頑張ってもらいたいです。せーの、頑張れレイソル、勝つぞ、行くぞ。タオル。
はい、じゃあ撮ります。はい、チーズ。横も撮ります。はい、チーズ。 OK です。第四排四号五号
ました。頑張ります。今日の試合は終了しました。2対3で負けました。比赛结束前获得一个点球，但是沙比奥主罚的点球被对方的门将扑出。这一场比赛我们的射门有18次，川崎才只有9次，但是我们在门框范围内只有7次，所以我们的射门准度不是太高。再下一个星期我们会在客场对阵乌拉瓦列子，我们也会一起到现场为卡乔列苏的加油。一緒に乌拉瓦に行きましょう。